はもちろんですが、個人タイトル争いも気になる季節となりました。まず1回、ホームランの欲しい池山の前で、打点の欲しい広沢がレフトスタンドに第25号プロ入り通算150号のスリーランホームラン。打点3つ稼いで、打点王争いの方は今日も広沢がトップを快走中。昨日とうとう落合にホームランキングの座を明け渡してしまった池山、こちらは三振が増えるばかり。これで3試合ノーヒットです。タイトル争いには関係ありませんが、5回には満塁のチャンスで長嶋が決めてくれました。久々のタイムリー。これでヤクルトは7対1と一方的にリードを広げます。大量援護を受けたヤクルトのプロ入り初先発ルーキー高津は、サイドスローから繰り出す変化球を低めに集めて、まさに去年のこのカード7勝を挙げた太陽キラー宮本の再来を感じさせるピッチング。太陽打線に11安打を浴びたものの、2点に抑えて見事プロ入り初勝利を完投で飾り、ヤクルトが3連勝です。会心のスイングができたという9月3日以来の29号ホームラン、落合に1本差と迫りました。投げる方は西村、強気のピッチングを心がけ9安打を浴びながらも巨人打線を1点に抑え完投勝ち。原田敏単独トップに立ち14勝目を挙げました。先発と読んで6番に上がった古田、ヤクルトが今日も先制点を挙げました。5回の巨人、ワンアウトから三塁一塁と反撃します。ヤクルトの先発は半月ぶりの内藤、斉藤が初球スクイズ、必死の巨人1対1の同点に追いつきます。さらに篠塚、古田が好プレーのタッチアウト、ヤクルト追加点を許しません。6回のヤクルト、ワンアウト1、2塁でバッターは再び古田、8号スリーランホームラン。古田の攻守にわたる活躍でヤクルトは4対1と巨人を突き放しました。右肩の痛みで登録を抹消されていたヤクルトの川崎がようやく一軍に戻ってきました。得意のジャイアンツ戦、チームの連勝に一層の弾みをつけるはずでしたが、初回原にいきなり26号ツーランホームランを浴びて巨人がまず2点を先行です。いつも通り立ち上がりが今一つの川崎は、2回にも自らのフィルダースチョイスでノーアウト満塁のピンチを招きます。ここでピッチャーの桑田が左中間を破る2点タイムリーツーベース。この後篠塚の犠牲フライもあってもう1点、巨人が川崎の立ち上がりを叩いて一気に5対0とリードを広げます。4回まで桑田にヒット1本に抑え込まれていたヤクルトは5回、昨日のヒーロー古田がうまくライト前へ運んでワンアウト1塁。ここで巨人戦になるとなぜか張り切る畑が低めの難しいボールを技ありの12号ツーランホームラン、2点を返します。さらに7回、8番の長嶋が右中間を破りました。走ってスリーベース、ツーアウト三塁とします。しかし柳田は結局三振。今日の桑田、終盤に入っても全く球威が衰えません。特にクリーンアップに対しては完璧なピッチング、タイトルのかかった広沢池山も三振の数が増えただけ。桑田は連敗ストッパーの面目躍如、完投でハーラートップに並ぶ14勝目をマークし、チームの連敗を6で止めました。ソロキタベップ、1回簡単に2人を打ち取った後、畑に内野安打を打たれて2アウト1塁、バッターは打点トップの広沢。2、3から低めのストレートをうまく打ちました。広沢の26号ツーランホームランでヤクルトが先制しました。その裏の広島、ワンアウトから2番に起用された西山、ヤクルト先発加藤の甘いカーブでした。完璧に打てたという当たりは左中間スタンドへ。西山の3号ホームランで2対1。このあと2本のヒットとフォアボールで2アウト満塁となって、バッターは7番の小早川。外寄りのカーブを弾き返しました。野村アレンが帰って広島が3対2と逆転しました。ヤクルト戸間のホームランなので4対4の同点で迎えて5回、広島は2アウトからピッチャーの川端がデッドボール、バッターは当たっている小早川、またもカーブを右中間へ。タイムリーツーベースヒットとなって一塁から川端が帰り、5対4、広島が勝ち越しました。
先発小島はもう負けられないというプレッシャーからかコントロールがままなりません。立ち上がりいきなり3連続フォアボールでピンチに立ちます。打点トップの広沢、ヤクルトあっさり先制します。池山の犠牲フライで1点を加えて6番古田、宇野取れません。ヤクルト3対0とリードします。小島はその後立ち直ったかに見えたんですが、4回1点を失って2アウトランナーなしからピッチャー川崎にフォアボール。この後トップの橋上、戸橋のとどめは広沢、今日3打点で落合との差14点と開きました。ヤクルトはこの回4点、7対0と元気のない中日を突き放します。川崎は終盤やや疲れましたが、4ヶ月ぶりの完封勝ちで13勝目、中日は4連敗、ペナントは遠のくばかりです。球場の上空には中秋の名月、しかしその月も呆れる今中の立ち上がりでした。ヒットとフォアボールで2アウト1塁2塁、5番の池山です。当たりは良くなかったんですが、ライト線ギリギリに入りました。ライト川又がクッションボールをそらす間に広沢も帰って2点を先制。さらに打撃ベスト10に当たりに当たっている古田、コントロールに苦しむ今中、ツーボールからストライクを取りに来ました。9号ツーランホームラン。ヤクルト、昨日は初回に3点、今日は4点を取りました。今シーズン2回目先発の中本に対して中日は3回、山中辰巳のヒットで2塁1塁として種田。これが中日にとって15イニングぶりの得点。この後さらに1点を追加して4対2としました。その後両チーム得点のないまま8回のヤクルト、この回から登板した中日森田の乱調でノーアウト満塁、8番の畑の当たりです。上空の月にも見放された中日、この回決定的な3点を取られ万事休す。ついに今シーズン初の5連敗を喫してしまいました。そして今日も負けると3位転落というこのゲームは2回、先発の角が畑に一発を浴び、またまた先制点を許してしまいました。しかし中日は3回にライアンのこのタイムリーヒットで同点とし、続く4回には中村がヤクルト先発加藤からおよそ1ヶ月ぶりの17号ソロホームラン。中村は6回にも2打席連続のホームランを放って逆に2点をリードします。ところが角このリードを守りきれません。7回またもや畑に、今度はレフトへ14号のツーランホームラン、これで同点。勢いに乗るヤクルトは9回ワンアウトランナー3塁1塁から池山が勝ち越しのタイムリーヒット、これで角をノックアウトです。そして変わった山本から畑が今度はスクイズ、これが見事に決まってヤクルトに決定的とも思える2点が入りました。しかし中日もその裏、落合のこの犠牲フライで1点差とし、なおランナーを置いてバッターボックスは大砲、大砲が打ちました。打球は伸びた。久しぶりに名古屋球場が沸きました。逆転のサヨナラホームラン。連敗を5で止めた中日、なんとか2位を守っています。先発の太陽、時折強い雨が降る甲子園球場、1対1の同点で迎えた4回、ヤクルト2アウトでバッターは7番畑、阪神の先発は7勝を挙げている野田。インコースのストレートをうまく捉えてライトポールギリギリに入る15号ホームラン。ヤクルト2対1とリードします。その裏阪神もすぐに反撃します。ノーアウト1塁3塁でバッターはウィン。ヤクルトの先発は西村、初球ワイドピッチ、この間に3塁からオマリーが帰って2対2と再び同点とします。なおランナー2塁においてウィン、思い切って引っ張ったという打球はライトスタンドへ12号ツーランホームラン。阪神4対2と勝ち越します。で8勝2敗と好調のタイガース、先発マウンドは猪俣。1回エラーのランナーを2塁に置いて目下打点王の広沢、5球目でした。ヒ
っちりとセンター前へ打ち返し、ヤクルトが1点を先行。広沢また打点を稼いで、これで95打点。一方の阪神は2回、ヤクルト先発高津からウィンが右中間に2試合連続の13号ソロホームラン、あっさりと同点に追いつきます。さらに3回、今度は山田がレフトポール際へうまく運んだ2号ソロホームラン、2対1、阪神勝ち越し。こうなれば試合はすっかり阪神ペース。5回には3本のヒットで2アウト満塁。ここで3試合連続打点を挙げている好調オマリ、右中間も破る走者一掃のタイムリーツーベース、5対1とリードを広げます。猪俣は2回以降ヤクルト打線をわずか3安打に抑えて完投。阪神は4試合連続先発ピッチャーが完投という14年ぶりの快挙で、今シーズン4回目の4連勝です。中込、湯船、野田、そして昨日の猪俣で4連続完投勝利のタイガース。ヤクルトキラーの葛西が先発とあって今夜も期待がかかりますが、2回目下バットマンレース2位の古田にセンターオーバーのタイムリーツーベースヒットを浴びて、お得意様ヤクルトに先制されます。しかし続く長嶋をキレのいい変化球で三振、序盤のピンチを1点で切り抜けます。そんな葛西を強力に援護したのはベテランの真由美。まずはレフトへ同点の17号ソロアーチ。ヤクルト先発川崎のスライダーをうまく捉えました。4回には勝ち越しにつながるセンターへのツーベース。そして6回、今度はライトへタイムリー。プロ入り通算3000塁打を猛打賞の大活躍で飾りました。4対1とリードをもらった葛西は尻上がりに調子を上げて完投で8勝目。阪神はヤクルト戦を13勝13敗のタイで終え、今シーズン初めての5連勝です。1回ツーアウトながら1塁3塁のチャンス。ヤクルトはリリーフエースの岡林がプロ初先発、5番の山崎隆三。空中イレギュラーと山崎は話していましたが、広島月にも恵まれて2アウトから1点を先制します。2対0で迎えた7回、広島はワンアウトで正田が盗塁。ここは古田の肩の勝ち、2アウトランナーなしとなります。しかし広島ここから粘ります。前田がツーベース。ワイルドピッチで前田が三塁へ進んで3番野村、カーブを引っ張ります。これで3点目。続く4番アレ、三振だけ気をつけていたというアレンの9号ツーランホームランで5対0と突き放します。広島の先発笹岡は自らキレ、コントロールともに最高だったというスライダーを中心に強気のピッチングで6連続を含む11三振を奪います。笹岡は8回にフォアボールから1点を失いますが、4安打で抑え完投勝ちしました。